高松大学は、香川県高松市春日町町960番地に、本部を置く日本の私立大学である。1996年に設置された、大学の略称は広大。高松大学高松大学では4カ条からなる、見学の精神を制定しており、目指す、大学像が提示されている。また、高松大学では、教育理念を定めており、 高松大学の教育について実現すべき4項目が示されている。これらの見学の精神や教育理念に基づき具体的な教育目標を定めている。高松大学は平成27年度に公益財団法人日本高等教育評価機構による大学機関別認証評価を受信した結果、機構の定める大学評価基準に適合していると認定された。 高松大学の学章は、アルファベットの T と U を組み合わせた衣装である。これは、大学の英語名称、高松ユニバーシティの頭文字にちなんでいる。なお、高松大学の大学カラーは緑色であり、広大グリーンと称している。学部大学院附属機関キャンパスは、香川県高松市春日町の春日川のほとりに位置する。 JR 高徳線の線路がすぐ近くを通っており、最寄り駅は、春日川を渡った 1.2km 先の北町駅である。ことで、市戸線の春日川駅から 1.6km、長尾線の北伊東口駅から 2km である。また、平日は、高松駅、河原町駅との間に、無料スクールバスが運行されている。運営法人が同じである。 高松短期大学と併設、高松東幼稚園に隣接する。体育会系、クラブサークルと文化系、クラブサークルに分かれている。ハンドボール部は2016年度現在で12回の全国大会出場、13回の西日本学生ハンドボール選手権大会出場、中四国学生ハンドボール選手権一部で22回の優勝の業績を収めている。 男子バレーボール、女子バレーボール、サッカー部ともに、香川、四国エリアで高成績を収めている。下宿紹介宿はありますか海外5校の大学と学術交流協定を結んでいて、海外研修のサポートや学内にての国際交流も盛んに行われている。学科、ゼミナール、クラブなどのグループで地域に関わる連携プログラムを導入し、学外で コミュニティの人と一緒に活動する中での学びも重視している。これまでの活動としては地域に開かれた大学を目指し社会に開放している。一年次という早期から就職活動を意識したオリエンテーションやガイダンスが行われている。キャリア支援課のきめ細やかなサポートで毎年高い水準の就職内定率を維持。また、ゼミナールや研究室担当教員と連携し、 学生の個性に合った就職先の支援を行っている。ありがとうございます。